生まれの温泉は過去1回行ったことあるんですけども、そこは鹿の湯と、でまた北温泉旅館の近くにある、大丸温泉だ、大丸温泉に行きました。いやー、この3つ那須塩原からね、ブルーも間違いないので、ぜひこの3つまでから行ってみてください。で、硫黄が好きだったならば、鹿の湯、あ、これですね、ちょうどこの看板があるんですけど、鹿の湯に行った方がいいです。